10時17分高井病院は出たんが10時15分今から藤原京跡のコスモス畑に行こうと思っておりますが、あのブラウンは赤珍しいな、赤頃雨の関係で足元が
ここでよく引っかかってるんですわ。一旦停止しない車が、止まれの文字とラインがちょっと薄くなっとる。
信号です。何でもええのに、いろんな運転手がおるから、下らんけども、下り坂やねんな。こ
思ってます。主人天皇陵やな、チカちゃんや。久しぶりにチカちゃん見ました。長学寺や、長学寺も行かんなかんし、ここが崇神天皇陵です。この御陵さんの前でここです。御陵餅、あれ、今日は水曜日やから、あそこの定休日です。すぐまっすぐ、まっすぐ行ってやな、行ったらいいねや、行ったらいいねや、この人なんでも止まらなあかんと思って、JA のガソリンスタンドと JASCO ちゃうわ、日一ちゃうわ、何やったかな、イオンやの間を右に曲がります。その道は県道105の中和幹線、ここは牧牧です。牧牧遺跡、あそこの遺跡も当時はすごかったらしい。ああ、相撲神社も行かんなかん、行かんなかんことはないけんどやな、20年、30年は行ってないな。これ右に曲がっていったら確か牧牧駅の方です。この跨線橋を渡ってで、あの森が、あの森がね、箸墓古墳です。箸墓。